きなり高1から長文みたいな、高1の春とかはもうだから看護道場だ、僕ここからオファーあればもうならちょっと行っちゃっても考えてもいいかなぐらいには思ってますけど、学校の定期テストが教科書暗唱テストになってる。英語科っていうのはね、派閥があるんですか、職員室で隣り合いが始まったっていう派閥が同士の、お話題を始まりました、もちゃきチャンネルです。今回はですね、再び高田先生にお越しいただきました。はい、武田塾チャンネルから来ました武田塾教務の高田です。皆さんよろしくお願いします。なんかですね、高田先生は今日は、はい、学校に物申したいことがあると。ああ、そうですね、まあ、この動画出す頃には多くの子が学校行き始めてるんじゃないかなと思うんですけども、うん、学校の英語教育では成績が上がらない。でかい、やん、もう荒れそうな荒れそうなの持ってきましたね。そうですね、はい、と思ってまして、はい、ちょっとこれ森哲先生に聞いてもらえたらなと思って、はい、ちょっと、はい、今日はちょっとお邪魔しました。僕は学校の先生の味方だよ。いや、僕の先生たちはいいと思うんですけど、はい、その指導方法というか昔から行われてるやり方が良くないんじゃないかと思ってる感じですね。なるほど、はい、具体的にはどういうことですか。はい、まずいくつかあるんですけど、はい、1つ目、いきなり教科書の和訳の授業から始まるじゃないですか。ああ、なるほど。じゃあ高校1年生の子も見ると思うんですけど、はい、高校1年生の子学校行きました。そしたら、まあ、いくつか種類あると思うんですね、英語で。はい、で、例えばなんかリーディング的な授業だったら英語の教科書が配られて、はいはいはい、じゃあなんか明日まで予習してきてね、全訳ノートに書いてきてねみたいな授業が多いじゃないですか。あ、はいはい、それっていきなりやるって思うんですよ。だって長文って単語覚えてないと読めないし、はい、文法分かってないと読めないし、解釈できないととか熟語覚えないとかいろいろあるじゃないですか。はい、いきなり高1から長文みたいな、 ありますね。しかも教科書全訳みたいな、はいはいはい、それめっちゃみんな時間かかってるやんみたいな、高1の子もうちょっと訳すだけで1時間ぐらいかかってしまってて、うん、時間めちゃめちゃもったいないよとかって思うんすよね。そうですね、それで最近はもうね、補助テキストに書いてありますから、うんうんうん、補助テキストを自分で買ってそれを写すとか、うんうん、ああそうですね、あの教科書ガイド的な、そうです、はいはいはい、ネットで聞いてそれを写すとかってやっちゃってる人も多いですね。はい、あ、そうなんです、そうなんです、まあ、むしろそうすべきだと思いますね、僕は。そんな理不尽な予習を課されるんであれば。ほうほう、なるほど。え、じゃあ どうしたらいいですか、それ。僕が高田高校の校長だとしたら、長文やるのはもう2年生の後半ぐらいからしかやらないみたいな感じにしたいですね。でも高1の春とかはもうだから単語道場だっつって単語をバンバン覚えさせるみたいな高校を作ったらいいんじゃないかなって思ってます。早稲田塾いやいやいや、そうなんですか、ごめんなさい、早稲田塾、単語道場たまたま名前変わっただけで全然そういう印象はないですけど、そういう、まず単語、単語がいい、単語を徹底的にやるのがいいかなと思いますね。で、次文法ですね。ああ、じゃあこう順を追っていく、順を追ってやるのがいいと思います。なるほど、いきなり長文じゃ無理ですね。ああ、そうですね、まあ、授業もね、和訳言うだけっていう授業も結構、うんうん、そうなんですよ、ありますからね。はい、いや、僕オーラルコミュニケーションの授業、あ、はいはい、そういうのもありますね、はい、担当してたんですけど、あ、はい、やらされたのは和訳でした。おらららら、そうなんですよね。だから結局学校の先生たちもなんか教え方がわからないからとりあえず和訳させようみたいな風潮ってあるじゃないですか。いや、ちょっとと思いますね。あれは悲しかったですね。オーラルコミュニケーションでこうスピーキングでなんかオールイングリッシュで採用されたのに和訳やんなきゃいけなくて、で生徒たちも、うん、こうやって進んでったら、うん、先生そこの役言ってください、うんうんうん、そこの役言ってくださいの、うんうんうん、みたいな。最終的にはその英語を英語のまま理解できるようになるっていうのが、まあ、ある程度、まあ、次第とかだったら特に求められる力じゃないですか。やっぱりその全部全部和訳和訳っていうのはやっぱ、うん、勉強としては違うなっていうふうに思いますね。なるほど、それが一つ目。はい、一つ目です。で、二つ目いいですか。二つ目、単語の小テストとか皆さんの学校でもあると思うんですよ。ああ、ありますね、よくね。で、僕1年間で単語帳一周するみたいな小テストがほとんどじゃないですか。はいはいはい、意味ないよと思うんですよ、それ。なるほど。なんでですか？要は1年間で春から冬まで一周しようみたいな単語の小テストだと終わった頃には絶対最初忘れてるじゃないですか。はい、そうですね。だからもっと量を増やして1年間で何周もするような単語の小テストにしていった方が伸びると思うんですよね。ほう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 。それどんな感じで高田道場で高田高校ならですか？
高田高校なら、まあ、1ヶ月で1周ぐらいのイメージで、お、1ヶ月で1周、年間10周とかぐらいやるのが一番伸びるんじゃないかな。スパルタですね。結構スパルタです。だからドラゴン桜的な感じで、ね、ああの僕高校からオファーあればもうならちょっと行っちゃっても考えてもいいかなぐらいには思ってますけど、袋叩きにされるんじゃない。僕の教育改革プランを聞いていただいてね。あ、はい、あ、なるほど、はい、確かにまあそうですね、こっからここまでってやってるとこが多いですね、はい、そうですそうです。だから生徒は僕の考えた方が大変になるとは思うんですけども、はいはい、でもなんかそのちまちまやって1年間かけて結局単語覚えられなかったよねってなるよりは、もうがっつり単語を徹底的にやっていった方がいいような気がするんですよね。なるほど、まあ、単語は確かに大変ですけどね、うん、まあそうね、覚えられてないって人は多いのは事実は事実ですね、うんうん、その単語の小テストの仕組みは良くないなと思いますね、うん、なるほど、まあ、簡単にね、最近は作れるシステムとかも実はあるんで、うんうん、単語そういうシステムをくっつけてくれてる単語帳とかも実はあったりもするので、学校でそれ使ってさっとテストができるとかっていうところも実はあったりもするんですね、うんうん、他にもあるんですか。 あります、あとね、僕最後これなんですけど、はい、学校の定期テストに物申したくて、おう、ほうほう、学校の定期テストが教科書暗唱テストになってる。ああ、ありますね、これあるじゃないですか、はい、例えば長文の中に空欄があって、別に何でも入るじゃんみたいなところでも、教科書のやつを覚えてたかどうかで点数が決まるみたいな。ああ、ツイッターでも出回ったことありますよね。はいはいはい、いやでもそれ結構多くの高校がそうだと思うんですよ、はいはい、だから僕は学校の定期テスト満点目指すなと言いたいです、みんなには。おう、だって満点目指そうと思ったら教科書を暗記するじゃないですか、はい、でもその勉強って正しい英語の勉強法ではなくて、うん、例えばまあ文法だったりとか英語の長文をちゃんと構文通り正確に訳せるとか、まあ、そういう英語の純粋な初見の問題で対応する力を上げるのはいいと思うんです、うん、ただ教科書を隅から隅まで覚えて小手先の頭に入れたその長文、この覚えた長文だからこれ点数取れたよねみたいな勉強法は英語の本質とは違うかなと思いますね。そうですね、まあ確かに自分もそうやって英語の最初の点数は良かったんですよ、高1とか、うんうん、あ、高2とかは良くて、高3で入試問題が出る授業っていうのが出てきて、もう手も足も出なかったですね、はい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 、まあその同じ英文でも、はい、まあ、そのまま出るんですけど、はい、無理でした、全く読めないと思って、うんうん、それ高1のやり方がまずかったってことですよね。高1にはやっぱ丸暗記でしかやってこなかったんで、文法も理解してないし、構、うんうん、文も全く分かんない状況のまま、うんうん、そのいきなり入試問題やる授業があって、うんうんうん、で先生はただ訳すだけって言って、いざテストだったらもうその入試問題ボンと出てきて問題が変わってる、うんうんうん、もう何にも分からん。そうですよね、だからこれ僕と同じ思いを持ってる高校の英語の先生も多いように思うんですよね。ほうほうほう、伝統的な教え方というか習慣みたいなものとかがあるからなかなか打ち崩すことはできないかもしれないですけど、うん、でもやっぱり制度が変わりそうですよね、ちょっとね、この今のやり方だと、ね、そうです。そして必ずって言っちゃいけないな、まあ、ほとんどの学校にはですね、英語科っていうのはですね、派閥があるんですよ、うん、教え方の派閥があって、あ、確かに僕の高校でも偉そうな先生一人いたな。あの先生が派閥のボスか。そういうふうに揉めるんですよ。あ、職員、僕が行ってた高校は職員室で隣り合いが始まったっていう派閥同士の、そんなことがあったって言われて、はい、で僕が勤めたとこもそうですし、はい、今自分の教え子たちがどんどん先生になっていくって、そこでもやっぱり派閥がっていうふうに、じゃ森田先生に習ったこんなやり方で教えたいのに僕の高校の先生がこう言うからそれに従わざるを得ないみたいな悩みが来るわけですね。基本的にまあ僕も高校で教えてたんで、はい、やっぱり従わなきゃいけないんですよ。もうこれやってくださいっていう、まあ、プリントがドバンドバンドバンと置かれて、でそれ通りにやらなきゃいけないっていうのが、うんうんうん、まあ結構ありますね。確かに高校ごとに英語の先生統一させないとクラスで差が出ちゃいますもんね。そして一番よく言われるのは、まあ、普通の、まあ、非常勤の先生だったらただ教えればいいだけなんですけど、まあ、常勤の先生たちって他にやんなきゃいけないことがやっぱり山ほどあるんで、部活動だったりとか、ね、学校行事だったりとか、で英語のテスト作ったりとか、そして生徒管理がやっぱりね、あ、そうそうそう、英語のテストは非常勤も作るんですけど、はいはい、このやっぱり、いや他の業務がすごいなと思って、量が、僕はちょっといろいろ否定的なことを言いましたけど、はい、頑張ってるんだぞということですね。英語の先生だって味方じゃあ高田高校ではどうするんですか、はいはい、この問題、生徒管理とか部活とか、そこは考えてなかったっすよ。全員非常勤でやるんですか。いや、まあ、部活は分かんないですけど、
高田高校踊るやつ、高田高校が甲子園行くならば、甲子園行く、野球部はもうそうプロの先生呼んできて、はいはい、サッカー部もプロの先生コーチ呼んできて、はい、もう部活はもう先生と関係ないようにしますね。あ、なるほど、はい、先生はその部活はやらない、やらなくていいよと、生徒指導、忙しいでしょと、生徒指導、はい、授業とか指導とかを一生懸命やってくれれば OK と。ホームルームは、ホームルームはそうか、だから担任の先生とか作らないといけないのか、ね、まあ、じゃあ担任の先生も呼びます。おお、もうカウンセラーみたいな感じですげえ、そう、各教室カウンセラーの担任の先生みたいな、はい、すごい資金とか資金だから、ね、フランチャイズ化して、いや違うんですけどだからもう任せてください、もし高田高校いいなと思った校長先生たち、投資してくれますかね、みんな。だからそうそう、すごいいい高校にしますからえ、高田先生自体は英語そういう感じでやってたんですか、ね、はいはい、学校は。ああ、だから僕はまさに言った通りですね、はい、だから最初高1の春から教科書で全訳しようって英語の授業が始まり、中間テストとかでは長文バーって一言一句暗唱して、でテストの点数はなんとか乗り切り、でもなんか伸びないなと思った時に武田塾の勉強法と出会って、順番にやんなきゃみたいな、単語文法とか解釈とか長文とか順番にやらなきゃダメだとか、単語とかもちまちま小テストやってても伸びないぞと、もうがっつり1日100個ぐらい武田塾の英単語の覚え方で覚えたら長文が読めるようになったんですよね。だから今高校の英語のやり方に疑問を持っている人は独学で勉強した方がいいと思いますね。あと、まあ、ただ読みとか見るとか。なるほど、はい、こんなところに専念していただきます、はい、ちょっと早く揃ってほしいですけどね、ちょっとまだ少ないですね、まだまだ。なるほど、じゃあそういった形で高田高校は、はい、やっていくわけなんですね。そう、高田高校の話がしたいわけじゃなくてそうだ、世の中の高校に物申したいだけなんで。なるほど、そうですね、まあ、もしね、興味がある高校さんがあれば連絡もらえれば、はい、受験に通じるようにってことですよね。そうですそうですそうです、はい、多分じゃないと受験だけは全てじゃないって、ああ、そうですね、そうですね、僕はまあ合格第一主義で、なるほど、合格第一主義の高校であると、はい、高田高校コースはね、通いたいって人がコメントいっぱいあげたら、はい、ちょっとある高校が動くかもしれないですけど、すごい、さあ、まあ皆さんの高校はどんな感じなのかね、はい、ぜひコメントで、うちはこうですよとか、うちはこう全然違うよとかですね、うん、まあ現役の高校の先生も見てると思うので、うんうん、うちはこうなんですみたいなのね、うんうんうん、ぜひ、ね、言っていただければいいんじゃないかなと思います。はい、はい、ここから高田先生にお越しいただきました、はい、ありがとうございました。